今日も、マリオメーカー始まるよ。30秒スピランのコースだね。まずはバネに弾かれてスタートダッシュを決めたら、壁キックからのスピンジャンプ。トゲに当たらないように気をつけて。パックンを、スピンで越えていきます。またバネに弾かれてぴょんぴょんぴょんからの、一回クルリンを入れて、そのままジャンプ。一方通行を使って壁キックで進んで、ドアに入ったら、青ブロックを連続で使って黒パックンを倒してからの、ドッスンの下を駆け抜けてすかさず今度は頭を越えていくんだぜ。ちょっと慎重に登って P スイッチを踏みます。時間はあるからミスしないようにね。最後もバネに弾かれてからの三段ジャンプ。かっこよく飛び山を越えたら、ゴール。実はこのコース2回目なんだよね。撮影できてなくて、やり直したんだよな。さすがに1回クリアしたコースなら、一発クリアできたね。では、いいねはすでにしてあるので、次のコースに行きます。妹が作ったコース。兄さんに妹がいたんだね。鍵付きのドアがいきなりあるよ。最初の鍵はすぐ見つかったけど、みーさんの妹さんなら、きっとこの後面白い仕掛けを用意してくれてるはずだよね。さらっと弱い者いじめしてやがったな、霊夢。え？私何かした？生まれたてのチョロプーさんが、霊夢によって短い人生を終わらせたよ。まったく、とんでもない奴だよな。ちょっとちょっと、今までだってのこの子とか色々使って敵を倒してきたでしょ。なんで今頃になって、急にそんなこと言うのよ。最近の霊夢の傍若無人さは、少し目に余るところがあるんだよね。え？傍若？ドラゴンボールかな？そうそう、海王星に封印されてたけど、セルが自爆したせいで復活してしまった、あの傍若。って、何を言わせるんじゃあ。ちょっとマリサ、一人乗りツッコミが長すぎるよ。すまんすまん、どうもドラゴンボールネタには体が勝手に反応してしまうんだよな。私もそうだよ。あと、大の大冒険とかも好きだよ。RPG スクールで、大の大冒険のゲームを作ってくれた人たちがいるみたいなんだよな。そうそう、ちらっとだけ見たけど、すごく面白そうだったよね。ああ、いつかあのゲームの実況もしてみたいもんだよな。私の大好きなポップのミドロは、楽しみです。ちょっとあんたたち、いつまで関係ない話で盛り上がってるのよ。このコースを作ってくれた、みーさんの妹さんに失礼でしょ。霊夢に怒られてしまった。でも、確かに霊夢の言う通りだよ。すまんすまん、ちゃんと実況やっていくんだぜ。でもまあ、少しカットするけどね。はい、ようやくブラックパックン、全部倒せました。徹底を使って、壁の向こう側にあった鍵もゲットできたよ。ここの回転バーの炎は、きっと何かに使うんだろうな。矢印でファイアーバーを示してたし、多分そうだろうね。今度は、もう一つの扉に入っていくよ。徹底で鍵を取ったところだな。そしていきなりボム兵発見。さっきの炎で退治します。案外早く炎使えてよかったね。口に含んだままだとダッシュとかするときに少しだけ邪魔なんだよね。ここのトゲトゲエリアも徹底がいないと進めなかったね。ということは私たちが扉に入る順番は合ってたということだよね。ここで徹底乗り捨てか。大丈夫、きっとまた徹底救出コースを送ってくださるんだぜ。ここにいればテープの一番上でゴールできるのかな。ダメっぽいね。仕方ない、下に降ります。ふう、ようやくゴールだぜ。ヨウム、このコースはどうだった？さすがに遺産の妹さんだけあって、いい難易度のコースに仕上がってるよね。これからがますます楽しみだよ。タスじゃん、できるかな？できません。あるのは深い崖と、ネットの甲羅ただ一つのみ。こんなのどうすればいいのよ。まあ当然こうなるよな。空中に何かあるか探したけど、それもなしっと。
おい何こっそり諦めてるんだ？今の私には無理です。ごめんなさい。攻略の糸口も見つけられなかったもんね。いよいよ、オリンピックが始まるね。